県を盛り上げるには、うん、キャラクターが大切なんすよ、うん、県のもうマスコットとなるようなキャラクター。あー、なるほどね。要はくまモン、うん、もうはっきり言うけど、うん、くまモンよ。全国区ですよね。くまモンだけでどんだけ熊本のこう人気が上がったか。確かに。だからそういう意味では岡山はこれですよ。はい、ももっち。ももっちね、まあ、我々は知ってますよ。いやいや、もう皆さん大好きももっちでしょ、うん、染めたな。染めたって言うから、もともとこのももっちはこの色なの。桃太郎とは違いますからね。染めた。確か染めてないと思う。だから星がついてますから、ね、要はこれがちょんまげの先なんですよ。ちょっとぬいぐるみで分かりにくくなってますけど、あのちょんまげのこの先っちょが星になってるっていうすごすぎない、設定が、うん、詳しいでしょ、うん、あと座ってますももっちいじん、そういうふうに。おかず、今岡山が熱い、今岡山に集まれ。